き、はい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 、なんて NGC はい、どうも、マテですとレジオです。カジノ一応います、あんみつです。今回は、買ってきたのかこれ。買ってきました。買ってきたやつがあるんですけど、それがあ、出た。はい、こちらブルーホイルパック、ダメニスト、仁義なき色アイディアルですよね。彼がアウトレイジ大好き人間。そう、見て、ちょっとプログレスサファイアとか、あとガイアール、アウトレイジのガイアールとかのパックですね。当たりちゃんとか、そう、今回当たりちゃんっていう。結構これ趣味で買ってきたやつなんですけど、今だと使われてるカード、アトランティスとか、カルマインカだったりとか、カルマカレイコだったりとかですね。アトランティスはあれだね、10万のやつだね。そう、持ってるやつ。ああ、そうそう、アトランティス、そうね。で、あと、お前の目当ては、あ、俺の目当てはもちろんあれだよ、フレーミングジェットトリプルデントルボルケーノっていう、アウトレイジなんですけど、そういうようなカードが出るパックだよということで。あ、こいつか。そう。じゃあ早速、はい、開封。はい、さあ、行くぞ！ペー、ペペ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 ペー。俺、これの中のニューオーダーだっけ？そうだと、ビタリックで、シデンと、ロマノフの、オラクル、オラクルがゴッド化したやつだね。このパックは大体昔にあったやつを、アウトレイジとオラクルにリメイクして作ったよっていうような人たちが結構いるパックなんですよね。ほうほうほう、さすがアウトレイジマスター。まあいいかな。あ、プリン、ね。ハンターを与えるって言われたね、プリン。そう。のアウトレイジ版で、ガイアールの元にできるよっていうようなやつだ。あ、ブータンゴードロンゴーがしやすいよっていうカード。あ、お、デブディアボロス、これスーパーレアワタル SR。 そう、このパックはね、そう、ベリーがなくて SR と、ベリーねんだから、そう、ノーマルとかだけで全部で40種、ね、本当だ、ベリーないんだな。ナイス。スーパーレア全8種、レア8種、アンコモン11種、うん、そう、オスオラクルト、やかましいよ。ファミリアミオ使われてた気がする。ファミリアミオがちょっと使われてましたね。だよね、ファンレスできるから、ね、そう、はい、あ、ゼロリオ、おー、赤谷に使われてた、そう、ゼロリオ、これがあれか、赤谷の方かな、はい、あ、おー、いいね、これですね、いいね、これが今も使われてる、強いよっていう、はい、これもいいね、はい、あれ、これは今、あれだ、オブザと同じ能力を持ってるけど、マイナスできないダブルブレイカー、まあそうね、で、はい、イザナイカリーナ、それ、見たことない、あ、ホルン使われたことない、あ、ホルン、これはあれですね、ブロンザムドライブのアウトレイジバージョン、はい、あ、ポップ、おぉ、アウトレイジテイバーで、当たりか光物かな、おぉ、エッグ、レイジエッグだ、付属、ね、エッグでっていうお題の時にアウトレイジエッグって言っちゃう、いつも名前のレイジエッグと、ハルカスレンジリーブロブレード、ファンデススリート、ファミヤミオが、あ、ビタリックだね、さっき言ったやつ、ね、シデンのゴッドのやつね、ブレイズクローの、それも赤単に入ったね、そうだね、これも、そう、これも元パワーチゼロのやつ、あ、メリメリメリパル、あー、そいつはドロマーに入った、いや、これね、あれなんだよ、あのキューブドラフト最強のカードって言われてる、あー、はい、5000パンプしてダブルブレイカー、自分のシールドが5つ以上であれば、このクリーチャーのパワープラス5000差でダブルブレイカーを得る、これ例えばヤッホーってできそうじゃないですかね、まあ、3つとかね、割と最初の方デブヤッコ懐かしいでしょ、これさっきのなんかパワーゼロで今知らない人いるかもしれないですけど、横にクリーチャーがいたらパワーがプラス1000、そう、ただ1ターン目にこいつ出すと死んでっちゃう、あの、じゃあまあぼちこいしには最適、はい、ゼロリア2体目のクリア、おそらく、おそらく、あ、アイランドキッカーか、これマナバクタンのやつですね、その中で唯一のマナバクタンっぽいかな、確かそう、ココアとマノフガード、これはね、あんまり使われない、お、あ、スタバック、ドロマーの一時期フィニッシュ、これもね、元のクリーチャーがそう、なんかいたんで、これは、これは、うん、なんかマナフリーズするやつがいた、ガイアッシュクローだよ、ガイアクラッシュ、ガイアクラッシュクローラだね、のやつだね、で、新世紀パーロック、ガイアクラッシュクローラは名前をもうちょっとガイアクになるっていうクソしょうもないやつです、ベリーパーロック、さっきも言ったっけ、ベンディーバーパッチ、ホルモン、あ、ワインヨドラゴンフレイユ、お、バーミヤプレッシャーライブ、お、はい、出ました、プレミングジェットトリプルジェントルボルケーノです、皆さん覚えて帰ってください、みんなもう噛まないようにね、言えるようになったら帰ってプレミングジェットトリプルジェントルボルケーノです、なんで言えるんだよ、これは当たりだわ、こいつにこの話したら絶対言い込まずに言えますよ、トリプルジェントルボルケーノ、いや、いいね、ちょっと備品で手に入ったら嬉しいな、プレミングジェットドラゴンがすごい名前が長くなって帰ってきた、目つぶって言える、プレミングジェットトリプルジェントルボルケーノ、おお。目つぶってやついらんかったから、うん、今で伝わらん、今でいるか正直慣れたるより難しそう、トッピー、お、カマリアミオが、まあ種類数が少ないからかぶるっちゃかぶるね、ハルカスレンジビブロブレード、あ、お、エクスボルダー流星、これは一時期すごい使われてた、これはジュインモルトに入ってた、あ、そう入ってた、勝利流星のアウトレイジ版かな、うん、のやつ、コープレスチャージャー、あ、あ、これ
あ、じゃあ、エクスリボルバー、エクスリボルバードラゴンと、勝利流星のギミックを。あ、そうか、そうか、両方か。こいつはお互いの罠が6になって、相手だけ罠をタップしておかなきゃいけないっていう。そうね、これが、カルマカレイコ。当時最強のメタカード。ここ、だいぶ強かったね。デイリーライフを打たせないっていうだけで、あの感じはすごく。オラクルの、オラクルになったら、効果はキピチシャンデだね、みたいなことが。効果じゃないけど、ちょっと。チャージだね。あの、あれやね、ちょっと話題になった。ジャバランガで、ジャバランガで、墓地の落ちてないパーツを無理やり墓地に落として6につなげるっていう。めっちゃあれ、そう、入ってる入ってる。モミリア妙がありますけど、ドロソルポッキー、あ、ニューオーダー、そうだ、グリックスが遊べましたね。で、あ、カルマカレイコ、これ、そうなんですよ、ノーマルの枠だから割と被ることが結構あるんです。これの、この性能でノーマル枠なんですよ。カルマインカと、そう、カルマカレイコはここのあれですね、被る可能性がある。アトランティスはちょっと SR だったから、確かレアじゃない、レアレアだよ、レアか、あ、じゃあ可能性はある、まだ全然あるね。あと、フォーダードエス、エジオが面白いのが見たら読みながら解説してマシュフロントホルモン、フォードレスザサーティンだね、アウトレイジ版のドルゲドルゲですね、まあ、これも一応 SR で、最近ずっとあれだね、結局ニコダスケージループみたいなのレイジックみたいな。あ、でもこれ合ってるわ、一応ここね、無法のって書いてアウトラ、アウトレイジエッグで一応読み方は合ってる。あ、なんで無法のレイジエッグだね。あ、でもこいつあれだね、アウトレイジしか反応しないんだ。そう、アウトレイジ限定のアウトレイジがバルトに勝つとワンドロースもんだね。ワンドローができる。ミリアミオンが、ヒマグリ、ゼロリアン、おワンドローガーと、ブータンゴ、親戚パーロック。ここら辺だともう被ってきちゃうね。いかないんかわりな。これも一時期なんかに入ってたな。これ、降臨だね。降臨。降臨だね。コストロクリカのホラック。レンジビブロブレード、ヤドロドロポーに、あ、ターミネーター、おお、これはあれエンドオブザワルトのアウトレイジ版。ただこれはね、ちょっとあの5枚確かに、このクリーチャーを飛んでる時に、山札の下5だから、残すのは選べないけど5枚を残して全てを墓地に置くのダブルブレイカーで、山札の最後の1枚引く時に代わりに、カード1枚自分の墓地か手札に戻しても良いっていう。だから、墓地を増やせるけど山札切れは防げるよっていう感じかな。なるほどね。それスターが書いてありました。今のところベリーが出てない。ベリーは出ないって。ベリーが出ない。ビクトリーが出ない。一生無料で出ない。ベリーが。ベリーが出ない。でもこの時 V 白地確定だったかじゃないよね。多分違うから。まあまあまあ出すでしょう。ベリーパーロック、ベリーホルモン。ソウルアドレス、おしゃー、ガイアール、これですね。俺そいつすげえ好き、GJ 絶対勝てる。RSFK でしょ。これがあれだね、さっきのあの好奇心プリンかな。で、バノクリチャーアドレスにしてこれで踏み倒そうっていうやつがあったね。こいつだけ緑文字なのがすげえ好き。名前とか数字が本当だ。これすげえ好き。一番綺麗だ。マウラの下取りビョーク。あ、これあれだね。名前知ってるのこれか。そう、これはゴッドが出た敵か自分が出た時に名前指定してそのゴッドになれるっていう。だからそのカード名のクリーチャーが好きになれるから。だから既存のゴッドの名前になって既存のゴッドとリンクができるよっていうようなゴッドで、まあこいつを使うことによってなんか五大神とか、五大神じゃなかった、六神かなんかすごいなんかわちゃ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 って繋がってる画像があった気がする。能力が変わることはないよ、別に名前だけだよ。名前だけ。そうだよね。名称指定なんで。能力変わるとラグナルフザクロックが最強。ラストかな。ラストですね。アリマンズキッカ、じゃないカリーナ、レンリバーパッチ、ロマノフガード、ファイブローフェーム、お最後に、最後に、アトランティス。あ、じゃあ結構いいんじゃないか。結構いい箱だったね、これ。そうですね。ベリーも出たし、強いとこ全部出たし。大体狙い目はここだったんですけど、それが全部出てきてくれた感じかな。でしょ。これがね、これが目玉です。こんな感じ。フレームジェットトリプルデントロールゲーム。くどいって言われて。結構ね、ここら辺もね、もう最近持ってなかったから、割と当たってくれたの嬉しかったから。流星は全然、なんか、普通に入りそう。今さ、5C が流行ってきてるからさ。そう、ビッグマナ系が増えてるから。ビッグマナ系増えてるから、結構、そうだね、流星が割と、なんか、仕事するで、ね、仕事しそうな気がする。うん。そんな感じでした。はい。非常に懐かしいパックでしたね、これ。俺らもね、出てきたカードすぐ効果分かるぐらい覚えてたなっていう。まあ、こんなに出るとは思わなかった。なんかね、有料カード出たね。いい話だね。この動画いいと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。もちろんやってたよって人も高評価とチャンネル登録お願いします。ゲームミジェットトリプルデントのボケの覚えたよっていう方は、高評価お願いします。ちょっと噛んだ。覚えなかったよって人も高評価お願いします。それでは、全員押すじゃねえか。
ない。